はいどうも、皆さんこんにちは、もいけんです。それではね、ガッチャやっていきましょうかね。前回は年始にね、まあ6日ぐらいだったかな、3日ぐらいだったかな、あれはねガチャを引いたんですけど、ルビスね、今思えばあの時に全部回しとけばよかったなっていう感じなんですけど、残りの分ねやっていきたいと思います。ロトの装備が一応ね全部持ってるんですけど、一応ね剣もね当たったんで、一応ねプラス付けちょっと欲しかったんで、今回で多分ロトは最後かな、僕にとっちゃ。まあよっぽど欲しかったらね、次回も引くかもしれないですけど、じゃあ残りね、65連ぐらいかな、やっていきましょうか。はい、じゃあロトはね最後だと思ってね、バンバンロト出てほしいんですけど、まあいかんせん今回はね、あれなんでね、なんつったらいいか、 7% なんでね、前回はね SS じゃないか、10% だったんですよね、年収はね。あれがやっぱお得でしたね、今思えばね。まあしかもね1回目かなり神引きしたんで、ロトの弓かなんかのキャンペーンしたもんね。おっと、あーダメか。はい、じゃあじっくり見ていきましょうかね。幻魔の鎧上、はい、出ろ出ろ、切ってないっすね。はい、プラチナメール、まあこの辺はね、桃屋ポイント変えてね、やっていきましょう。うわー、今回ちょっと1回目出ない感じかな。結構ねロットはねやっぱ重ねてほしいですね。今ね25とかのやつもあるんで、30頭かなんかが30なのかな、頭と、まあまあとりあえずね全部全身一応欲しいとこですね。うわー、今回10連やって最後だけですね、多分ね、これね。はい、来い。あー、これだけかな。はい、これは水のあれか、いや刃の鉢金、まあこれ割とね刃シリーズは変えればね結構良くなるんでね、まあ OK かな。初めてかな、今ニューって出てたっけ。まあとりあえず10連はちょっと1回目は良くなかったね。まあ 7% なんでね、その1個目から9個目までが 7% なんでね。はい、じゃあ行きましょう。スキップをしたいとこなんですけど、まあゆっくり行きましょうか。おっしゃー、切った頭ね、いいんでね、結構頭は使ってるかな。はい、 OKOK、 1個目まずね、ロト1個目出ましたね。どんどん出ないかな。この辺の爪は確かね、氷の爪はブリザラしかなんか使えたよね。はい、まあとりあえず1個目ね、まあ60連ぐらいするんで、まあ1個、まあ5、6個欲しいよね、まあよく言えばね。はい、まあでも 10% の時やっぱ引くべきだね。うん、なんかそのやっぱねルビスなんですよね、やっぱね。今その天空もやっぱ天空が結構良かったよね。天空僕ね一つもないんですよね。だから天空引いてもいいんですけど、まあ、あんま今更こう全部揃えようという感じもないし、やっぱりあれでしたね、あの時にルビスの時に10、しかも 10% なんでね、あそこが年始のキャンペーンだったんでね、もう一回 CM キャンペーンかなんかでねあるかなと思ったんですけどね。はい、じゃあ魔法の盾と、いやーもう桃屋ポイントだけですね。はい、まあ1個目で 7% のまあ兜を引いたんでね、まあよしとしましょう。そろそろ終わりかな。はい、終わり。あー、修羅か、これ修羅のコンだよね。あ、日輪か、日輪のコンっつったらもうドラクエ10のね、このもう初期の頃にね、こいつでね留意層かなんかだっけ、なんかその辺をね狩るっていうのがあったんですけど、まあ1個目がまあ頭が兜が出たんでね OK。 まあ最初の10連、最初まあ1個目って感じかな。はい、じゃあ今のところ60連やりましたね。まあトータルで5個欲しい、5、6個欲しいとこなんですけどね。はい、じゃあいきましょうか。はい、桃屋ポイント、まあ 7% だとやっぱね高くないよね。星空の 7% って普通だもんね。スーパーライト 7% はすごいいいんですけど、星空の 7% はいつも通りって感じますね。まあ年に多分 10% って年に 2、3回あるんでしょうね。多分ドラクエのあれですね、 USJ コラボとか、あとはドラクエ11の発売のタイミングでなんかしてきそうな気しますけどね、次の 10% とかね。お、来た。お、これはあれだ。聖騎士使ってる人まずいないよね。あの聖騎士の兜がね結構あのバケツみたいなやつで確かあれだもんね。
はい、とりあえずまあ星5の中じゃまああんまり当たりじゃないかな。はい、じゃあどんどん引いていきましょう。はい、どんどんってか3もあるもんね。まあね、あ、一番今までお得だったのを考えるとあれかな、やっぱりあの30周年の記念イベントの後の直後のやつかな。あの辺も結構ロト、ルビスとかその辺ね、フェアみたいなやってましたもんね。まあ今回はそれに似たようなもんかな。まあ 7%、 やっぱ 10% の時引くのがやっぱお得なんだろうね。はい、じゃあ来ましたね、ヤシャのコン。ヤシャのコンもまだ転生っていうかあれないよね、あの錬金がね。あ、これでもしかして終わり？うわ、マジか。まあ、とりあえずは5個目の、あの、聖騎士。まあ、ロト出ないね、やっぱね。狙うとやっぱ出ないもんだね。一応ね、まあ、1個ずつぐらいは、まあ、星5は出てる感じなんですけどね。はい、じゃあ、あと30連ぐらいで終わりかな。そっか、10連でこれ確定なんで、10連で引いた方がいいもんね。じゃあ、残りは30連かな。一応、今回はじゃあ、60連だけになりますね。はい。ね、いいのが出てほしいね。あんまり神引きしないね。当たり前かもしれないけど。あんまりいいのがどこどこ来ないね。まあ前回やっぱ 10% お得だったんかな。なんかそのルビスのあのやつの終わりの方でバッてみんな引いたみたいで、そのキャンペーンが終わっちゃうっていうので。で、まあ、あれでしたもんね。メタスラでしたもんね。すぐルビスの後って。メタスラだったんで、まあ、あ、結局しかもパーセンテージも戻っちゃうんだみたいな感じがあって、それで「お、来た！あー、またか、あいつか、さっきの刃の味がね、また来ましたね。まあ、アップルストアのセールランキングかなんかでトップ3に入ったみたいですね。すごいですね。まあ駆け込み需要みたいなね。まあ次もあの 10% ロトの 10% とか来るのかなみたいな感じでみんな待ってたかもしれないですけど、僕みたいに。まあ、今思えばあそこかなって感じしますけどね。はい。じゃあ、鉢金しか出ないね。これかっこいいよね。ソードブレイカー。結構シンプルでかっこいいと思うけどね。はい。もう終わりかな、これ10連で。うわー、なんだこのアメコミみたいな。ミラクルシールド初ですね。ミラクル系ありますもんね、服でね。ミラクル系もしかしたら錬金でね、大化けするかもしれないですけどね。まあ、コンスタントにそのラストの確定分以外も1個は出ると。こういうような感じですね。いやー、今回は爆死に近いな。はい、じゃああと20連か。結構ね、楽しくねやれてるんですけど、僕ね、オリハルコンの角もあとね、大天守の弓矢も持ってないんで、まあいいかなと、こっちでもしかしたら、まあ、60連ぐらい引けばね、いいのが当たるだろうと思ったんですけどね。今んとこその頭だけですね。頭だけ結構きついなね、全然ちょっとね、やっぱ5、6個出るとかいう勝手な予想はね、あれでしたね、全然違いましたね。はい、一番普通にモモンヤポイントになるだけのやつらがまあ9割超えですね。うわー、ポンポンって跳ねないね。ちなみに今ね、朝ね、朝の6時20分ですね。スコーピオンテール、いや星3とかなえるよね。なんかこうもうちょっと跳ねてよって感じするな。これパーセンテージ低いもんね。わ、これやたら出るね。サイドワインダー。はい、出ろ出ろ。うーわー、確定分だけか。まあ確定分あるだけでね、結構、初期の頃って確定分もなかったですからね。なんか確定分、ラストの1個だけ確定分っていうのが、なんかもう、常備。お、来た来た。あー、これあれか、バーニングか。炎のブーメラン、これもあれ、もうこいつは多分連携あったっけ。てかこれで終わり、これで終わりっぽいな。うーわ、今回はこれひどいね。いやー、ラストか、次で早いっすね。最後はね、神引きしたいとこですね。やべえなこれ。いやー、 7% とはいえきついな。はい、じゃあ行きましょうか。ラスト10連です。ねえ、ドカドカ出て欲しかったんですけどね。やっぱ今思うとマルベリさんとやったのかな。何月だっけあれ。なんか10月、2周年記念かなんかあったんで、12月だったかな。何月か忘れちゃったな。まあ、12月ではないか。10月ぐらいだったっけ。なんかその辺に引いたのがやたら出た気がしますね、今思えば。やっぱ、
ルビスのフェアみたいなんて年にやっぱ 3,4 回って感じますね。まあ、そこのタイミングでしっかり、なんかモーニングスターこれあれみたいね、あの破壊の鉄球みたいな感じするけどね。はい、じゃあ全然出ないね、もう全然だわ今回。前回まとめてね引くべきでした。やたら出るなこれ、現場の鎧下。いやー今回はゴミフェアでしたね。まあまあ1個出ただけでもね、まあ言っちゃいいですけど、60連で1個だけか。うん、最初ねいい流れで来ると思ったんですけどね、20連目かなんかで出ましたもんね。いや終わっちゃうし、もう5、6、もう6個ぐらい引いてるもんね。はい、おー初期の頃ねこれが欲しくて結構みんな回してましたもんね、グレートハンマー。そろそろねグレートハンマー来そうですけどね。あ、これで終わり？これで終わりっぽいな、マジで。終わっちゃった。はい、じゃあ以上ですね。うーわー今回ひどかったね。はい、1個だけ神引きばっかりしてた私なんですけどね。まあここで、まああと800ぐらいね、まあ貯めてまたね10連ラストいけるかなっていう感じするんでね。ね、ブーメラン、あ弓じゃなくてこれ大天使ブーメランなんだ。ブーメランもオリハルコンの爪もね、出てなかったんで。ちなみにそのロトの頭今ね、あロトの頭最近してないんだ。しかもロトの頭はね今ね、これが今回当たったやつか。ロトの頭はね、あれロトの頭なかったっけ、あれロトの頭なかったんだ、あれ初、なんか初っぽいな。あー一応あるか、あーあるあるわね。プラス25だったんで30にね、今回したいなと思います。まあねちょっとね引き分かったね。まあまあこういう日もあっていいかなという感じですね。1万、8000ジェムか。無課金でね僕やってるんで、ここのガチャに関してはね課金してないでやってるんでね、コツコツ貯めてやってる感じですね。はい、じゃあ60連でした。前回が40連かなんかだったんでね、その割にはコスパ良かったね。はい、じゃあまあタイミングをね、まあ間違えたような、もうちょっと手前でね、引くべきでしたけどね。はい、ご視聴ありがとうございました。じゃあこの後はねちょっと今探検装備してるんですけど、フレイザード倒したんでね、その辺の動画もちょっと作ろうかなっていう感じしますね。はい、失礼します。またねー。